はい、始まりました。はい、今日は広島から連れて帰ってきたバイク、はい、サブチャンネルで上がったのかな。あ、そうかも。そうだね。だよね、うんうん、あの小谷さんまた上がってる。はいはい、あのバイクをちょっと今日バリッと仕上げちゃおうかなって、はい、企画になります。はい、よっ。はい、ということでもうあそこにあるんですけど、はい、ちょっとこいつを全部バラそうかなっていう。うんうんうん。今日のメンバー、はい、呼んでください。伊藤達樹くん、はい。お願いします。お願いします。田中龍太郎くん、はい。お、いい返事。お願いします。お願いします。チャンス黒田くん、はい。チャンスくん、チャンスくん、まあ、いろんな団長やら、はい、なんだベンやら、うんうん、今日はチャンス黒田、今日はチャンス黒田、チャンス黒田、チャンス黒田くん、お願いします。ということでこいつを全バラします。はい、フレームまでバラす。はい、で塗っていきたいよね。はい、塗っていきたいですね。全部でも大変やね、これ。いや、バラすのまず大変だな。どこまでバラしたらいい。あ、もう全部です。全部、全部、全部バラします。全部もうバランバランにして、全部バラしてフレームも塗って、うん、てかまあ塗れるとか全部塗って、磨けるとか全部磨いて、ダイソーもまあカスタムペイントで、うん、ファイヤー、これも張り替えだよね。それも原さん系ですね、これ。うわね、やばいじゃん。これもなんか張り替えですね、うんうん、ウインクラとかはちょっと純正なのか社外つけるのか、結構純正ルックでバリッと綺麗にしたよね。うん、林道攻めちゃう。リンド行きたいね。リンド行きたいですよね。行きたい。絶対楽しいじゃん。でも木にぶつかりすぎてえらい目に遭うっすよ。確かに、ね、怖そうだね。ね。うん、うん。か、まあ、あのタイヤをさ、オンロード用に変えて、うんうん、モタードにする。うんうんうん。おしゃれだよね。うん、それで街走るの。ということでこいつをお話しますか。やっちゃう？サクッと。サクッといけるかな。絶対いけない。いけるでしょ。広島から持ち帰った広島の魂。受け継ぐ。200？調べます。さすが。チャンス黒田とどっちが早いかな、調べるの。チャンス黒田はね、スマホも出してなかったから。若手2人で競ってるんです。どっちが優秀かみたいな。どっちが優秀か。なんか別にどっちが優秀かって僕らが決めてるんじゃなくて、うん、自分たちで僕の方ができますみたいな、うん、なるほど。やってるんで。え、今のとこどっちが優勢なんですか。今日の時点で、うん、時点では、うん、250です。おっと。今日の時点ではってこうなっとった今、うん、ちょっと負けてますよ。タイミング測ってたんですよ。あ、本当は出てたんだ。いや、もう余裕で。余裕で。ちょっと達樹選手ちょっと乗ってさ、はい、ストロークこうあれしてほしい。で、前ブレーキしてやって、持ってやって、いいよ。オイル漏れはないんですね。オイル漏れないんです。で、あったらもうここもオーバーホール出そうかなと思って。うん、まあ、でもこれ鉄、あの、サビは磨いた方がいいね。ほんじゃ、フレーム塗る、アウターチューブも塗る。それも塗りますか。うん、ホイールも塗る。か、アルミこれピカビカビカにする。あ、メッキみたいな。これ、メッキになるまで磨く。めちゃくちゃ。え、表面できるっすよね、アルミって。できるんじゃない。できるでしょ。そんな時間はかけない。ちょっとこれそう。か、真っ黒にこう赤フレームバーって入れていくか、タイヤに。あ、タイヤに厳しい、むずい、想像がつかない。シートもなんかね、かっこいい革に張り替えたいね。マフラーこれ磨きまくって塗る、サビ取って、割れちゃうかもしれないね、サビと。ここサビ取るとこ、まあ、めっちゃサビ、ここやばいね、サビ出るの。やばいね。まあ、バラしますか。ちょっとあの、わからなくならないように写真撮りながら、うん、やっていきますか。汚れていいか、これ。いや、違います。持ってきてみます。あ、僕は汚れてダメだから。でも持ってきてないから。あ、僕も汚れちゃダメな格好で持ってきてない、うん、あら、僕も一緒です。白です。え、じゃあ僕、チャンスってことですか。まあ、そうだね、主役の会じゃん。うっしょ。主役の会来て。やばいじゃん。チャンス来ました、カッソ君。今セットの大事に並んでんとんの。うわ、いや、それ、え、服なんて買えますよ、それ。何すよ、今。
チャンスタスキ。チャンスタスキ。チャンスタスキ。名前も奪っちゃう。チャンスクロだ。チャンス。チャンスタスキ。まあ僕もやりますけど。はい。はい、みんなでやろう。みんなで。みんなでやりましょうか。よし、スタスキ。シート。マット。富士さんのさ、ピンスト入れちゃう。やばいじゃん。ピンスト入れちゃう？入れちゃえば。いいな、ありあり。入れちゃおうかな。なんかサイドカバー的なところ。確かに確かに。うん。工具ね、ミリ工具なんでね、うん、あんだけしかないです。このこんだけあっていけないんだ。僕の工具はジンチなんですよ。あ、じゃあこれ全部使えないんだね。はい、だからこうあっちもこっちもでは楽しないかもしれないです、ね、なるほど、はい、こういうのどっから話しますか。外装だね。外装、鍵を探す。鍵鍵ないの。お、龍太郎くんが。こいつのアシートなしで取れる。まずね、これからいきます。大丈夫、怒られんそれ。大丈夫、これ大丈夫でしょ。あ、それ大丈夫、うん、これ大丈夫。これプラス。あ、これだ。すげえ、一発じゃん。はい、取ったネジは、うん、こいつのパーツにテープとくっつけて。あ、まあ、賢い、はい、じゃないとネジだけを集めたらバケツに分けるか。ねえ、そうだよね。お、外しましたね。外しました。外しましたね。もう外してていい。もうすげえな、お前めちゃくちゃ手際いいな、お前。お、いいよいいよ。すげえな。あった。伊藤くんが、伊藤くんがリード。今これマフラーのやつ外しただけでちょっとどやったんだけど。いいね。おお、おお。俺リッキーのいとこ。うわー、やばー、かっけーっす。かっけーっす。あ、やっべー、これやばいわ。え、何っすか。かっけー、錆びてるからだ。え、何プラス、何そこ、たつきプラス。あ、それこれはいい。あ、まあ取りますか。取りましょう。全部、とりあえず取れるとこは全部。バラシーくん、たつきは最近恋してんの。しないです。え、彼女募集中なの、もしかして。いや、ちょっと調子狂うんで。じゃあでもさ、ペナースさ、はい、ね、募集じゃないけどさ、はい、彼女いないならいないって言ったら、はい、なんかあるかもしれない。あ、DM 来るかもよ。あ、DM です。ただただただ、たつきくん。たつきくん、これいい写真。はい、撮ります。たつき選手、これ撮れる。カプラ、選手めちゃくちゃ活躍じゃん。ね、すごい。タッちゃんすごいね。頼りになるじゃん、タッちゃんめっちゃ。まあでも仕事そうね。うお。ライバルが。なんか北京だったらやばいっすね。ライバルが言ってますよ。僕バイク屋じゃないんで。でも外装取りに行くバラさないんで。ここも外装じゃないんで。バチバチですね。バチバチ。団長はさっきからね、向こう行ってこっち行ってを繰り返してるの。そういう邪魔なやつじゃん。力技があったら教えてください。おお、力技なんて変だよ。ワイドに優しくしろ。でもこれ力技だよね。力技、今力で言ったら、こう力で言ったら折れる折れる。何それ。ネジ。何ネジ。プラス。プラスちょっとやめとき。556とかさ、持ってきます。叩いた方がいいと思う、うん、ハンマーで。はい、こっち行ったらいけそうだけどな。先輩、あ、違う。先輩叩くな。あ、叩くのはドライバー刺してドライバーの頭を叩く。あー、そうぶっ壊そうとしてたよね。ダイレクトでねえ。あの、ここ舐めならないようにこう、さあ、ここにゴム入れたりして。へぇ、はい。わ、ゴムか。ゴム、見たことある。おで、ぐーっと無理、無理だ。続いて、いけ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 る、いける、たつき、いける。あ、いった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 、いってる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 わ。いきそう。はい。すごい。いきそうって言って。いきそう。肩じゃ、やめてくださいよ。彼女できんわ、これ。やぼ
どうやって外すんですか。フレーム割れた。えお、やば、口開けた。え、これスイングアームどうする、塗る、塗った方が見栄えが良くなる、うん、まあね。マフラーも外してていいか。うん、これマフラー買い直す。マジか、なんかもうこのどこ、あ、エアクリだ。たくさんでよかった。どんなスケットありますか。はい、え、すげえじゃん、リュウタロ君できるんですか。ちょ、ここに10ミリって書いてある。トーミリは10ミリってことね。違ったね、これ違った。今日楽しい。はい、楽しいです。マフラーです。久々だもん。うん、やばいね、うん、だいぶボロいっすね。これ新車ぐらいにするかな。そんな、じゃあ綺麗になる、そのサビのとこも塗るしね。ガッツンキン、ガッツンキン、はい、ガッツンキン。ここ撮った、どこで3列の写真。あ、撮ってないです、まだ。これも撮っていいんだよね、じゃあマフラーと。あ、そこも撮っていいです。撮れないところ、パワフル系はカッツクに頼むんだ。お、さすがパワー系。なんかいっぱいもらってきて。え、ちょっと、あ、タルタルタル、やばいやばい、キャブがやばい。あ、何、もう回ってるやん。やば、回ってるやん、ゲームをとっくに。え、ってこと。もう終わっとった。え、リアクションフンとかなかったよ。あ、そういうこと。普通にペットボトル開けるかのごとく抜きました。ノーリアクションでやったってこと。抜いて、抜いていいよ。こういう風にいいの。たつき、キャブ、それ外もなんかバケツってか、なんかない。トイレシートの上とかは意味ない。普通に回っちゃったから。普通に回っちゃった。インカ大丈夫、ストーブ切ろうか。はい、切ります。危ない、ね、そこからやばい。そのマフラー取るときは一番後ろから出てくるから。はい、本当にやばい。めっちゃ押さえてる。バーッとすごい勢いで出てくるから。マジっすか。押さえてて。やばいやばい、手怪我しん。まあ圧は強い。やばいじゃないですか。言ってよと思って。戻るぞ、ベン。はい、戻るよ。はい、たっちゃんのが2個下です。いや、やっぱこれ外さんと無理だわ。引っ張れもん、当たっちゃうもん。おやった、俺やるかした。やった。今怪しかったぞ、なんか怪しかったね、怪しかった。あ、やった。団長ってさ、はい、早口言葉とか言える。生麦、生麦、生卵、生麦、生麦、生卵。早口言葉とか言える。言えてない、言えてないじゃん。言えない。カエルピカピカ、ミポカポカ。バスガス爆発。ガスバス爆発。ガスバスガイド、ガスバス、バスガス爆発。ブスバスガイド、ガス爆発。滑舌悪いのかな。どう思う、タツキ。どう思う、今までかましたね。いけいけ。おい、タツキ、かい、ブチかませ。イエー、ブスガスバス。ダメじゃん。俺より出てねえ。ほんまに弱いね。小田さんすごいね。はい、ね、アナウンサー目指しました。やっぱだと思ったんだわ。そう、アナウンサー厳しいでしょ。あ、そうそう、厳しい、厳しい。だと思った。やっぱ名古屋なんで。それ引っこ抜けないんだと。どういうこと。引っ張っていいの。うん、ちょっとなんかねじりながら、うん、え、これ本当に持っとらなかった。ごめん、ズルズルした。ひねな、こう当たっとんだよね、こういうの。なんかちょっと抜けた。違う、あ、これ根元からいけんの。一回根元はもう外れてるんで。どうしよう、知恵の輪だ。うん、え、僕的にはこっちにねじれる。お、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 来たんじゃない。お、いや、お、あれなんだこのねじ。ずっと落ちますよ、これ。それ、マフラーじゃん。違う。いや、違う、マフラーもつけてるか。え、綺麗だ。誰か、やった人、ちゃんとしてよ。誰だ。僕は触ってないです。僕も触ってないです。そっち、あれ選手は。チャンス立つ気か。やった、選手。タンデムかな。めっちゃ綺麗だね、それ。綺麗だね。綺麗です。あ、いけそう、いけそう。おお、おお、おお、お、それでも外れる気がしないね、うん、どうやってはめたの。うんうん、ここで取れる分離する。そう、あ、そういうこと。もっと手前。あ、もう、いけ、いけそう、いけそう、いけそう。いや、繋がってるっす。あ、でももうだいぶさっきよりいけそうだよ。お、いったいったいった。おお、おお、おお、
違ったね。タツキ怒られてる。タツキ、なんでやらない。ごめんなさい。なんでレジ外したらすぐ戻そうわ。ごめんなさい、ごめんなさい。タツキ落ち着いてください。落ち着いてくださいはやばい。ってなるんだって。どこ処理しないと。マフラー、フラスここにあって。お、見つけた。見たろ。いや、俺じゃないよ。絶対俺じゃないよね。誰も何も言わんの。タツキだよな、それ外したの。誰だ。え、タツキ俺じゃないから、なんか言えよ。それのネジは違う、ここに。でもこれしか見えない。誰やそれ外してくれたの。俺ではない。俺も違う。僕ですか。リュウトロ君ですか。人出た。絶対、俺自信あるけど、絶対俺じゃないよ。いや、絶対リュウトロだね。じゃあ俺だ。俺だ、多分。ごめん、俺だ。ごめんね、みんな。バー見出してごめん。俺でした。平和だ、平和な人。平和な人だ。ごめん、ごめん。エンジンを、エンジンを押します。どうやらね、今からエンジンが外れるようです。はい、エンジンを下ろします。もう締めとらんすね。はい。パイプ？ありがとうございます。なんで俺がパイプ持ってんの？え？お前、よう使っとんな、もしかして。使ってね。それ、俺がなんでパイプ持っとんだ。おお。おお。バキっていった、今。せーの！でもさ、今回マジ勝って調べじゃん。これマジモテると思うよ。マジか、女子。タツキ君にマイクを流してもらったら完璧だ。ね、なるなる、あるよね。ある、うん、あるよ、タッちゃん。バイク乗ってる女の子多いですよね。そうですね。マジ？そんなさ、じゃあさ、何バイク乗ってないとダメってこと？いや、違いますよ。そんなさ、ダメだよ。そんな女の子をさ、その所持品で見るのよくない。所持品で。本当に。え、このスイングアームの場所だと思う。あ、スイングアームとともじめだと思う。マジ？よし、そうやって押さえて逆側から緩めるってこと。はい。へえ。基本のキスね。だよね、はい、俺も思ってた。え、うん、分かってたけど、あえて言ったからね、団長に分かるように。あ、僕分かりますね。ハウトゥー、ハウトゥー。行け、行きます。かっけえ。やめましょう。モテるらしいバイク女子。結構今多分ね、画面の向こうでみんなキュンキュンしてる。歌っちゃうのやばいみたいな。カメラもキュンですし。工具の使い方がみんな天才的だね。さっき10分ぐらいずっとやっと割りピン叩いてたんですよ。割りピンってこの穴に。わかるわかる。お前大丈夫？抜けなくてすぐ曲がっちゃう。そこの隙間にペンチの先っぽ入れて、ここがここをハンマーで叩いた。ピョンと取れたんですよ。今のさ、スパナを挟んでさ叩くのとかも。あれ初めてやりました。あ、そうなの。天才じゃんと思ったもん。ですよね。うん、タツキのマイナス突っ込んで叩くのも天才だ、天才だと思ったけどね。あれは基本ゼロキス。やっぱり。うん、ねえ、あれは基本のキーよね。はい、タツンキン、タツンキン。はい、何なんすか。さっきからユータルトゥトゥル。いや、最近です。何とかない。タツンキン気づいたら言うと。だからチャンスクローだみたいなもんだよ。え、マジで気づいたら言っとった。何とかない。何かあるわけでもないしね。タツンキン、鉄板にタツンキン。かっこいいって言っとったの。ちっちゃい声で。こいこいこいって聞こえたんだけど。私もこいこいこいだと思った。でも今日のタツキかっこいいよ、マジで。無視か。無視するんだ。苦手なんで。褒められるの苦手なんだ。いや、褒められてるのかもわかんないんですけど。あ、そうそう、もうエンジン取っちゃう。え、マジで。うん、あ、じゃあ、左にポンってやったら。そういうことなんじゃないですか。ちょっと待っててください、ね。はい、はい。お、タツンキン、必殺技出る。え、出るか、必殺技。必殺技。必殺、出る、必殺のネジの回し方出る。無視です。
おおいおおおもう戻ってない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 抜けた。おい抜けてない。行きました。ちなみに帰ってきました。ほらおおおお上に上げたら引っかかるの。どうしようですか。引っかけてみて。せーの。だからまあ知恵の輪やね。出ますか。えなんか言った今の。いや知恵の輪やね。出ますか。出ます。知恵の輪無理でしょどう考えても。知恵の輪パワーで行くのやばいね。いやあそっちから抜くんじゃん。タプンキンタプンキン。おなんかチェーンが。んリンゴアンが落ちた。カツンキこれ戻って。はい。次は戻すわ。はい。あ、もう降りるじゃん。エンジン、いいよ。重くない。おお。カツンキ、ちょっと。え、重いの。一回足元に、一回足元に。重いんだ。カツンキじゃないか。ルダル君これ。前に押してもらっていいですか。前に。スイングアーム。あ、スイングアーム。はい。戻さんでいいの。もっとか、うん、取っちゃうか、うん、エンジン取れたじゃん。すごーたつんきん。あ、ほんと欲しいかね。名前いいっすね。うん、たつんきんすごいわ。どこにも勝負っす。うん、誰か開けてください。あれで何キロぐらいあるんだろう。ねえ、どうなんだろう、ね。早く開けて早く開けてあげて。もうチャンス、そういういじめ、ちっちゃいいじめやめてくれ。チャンス、そういうの良くないよ。そのうちで。すげえな、さつきでも。すごかった。ね、マジかっこよかったよ。うん、何言うの。なんかエンジン下ろして、うん、なんかキュッてやってるとこ。ありがとうございます。うん、かっこよかった。え、タッツンキンさ、はい、新しい棚がどう思うか。タッツンキン、うん、上手上手いいと思います。聞いた。はい。ちょっとでもみんな長くないですか。タッツンキンって呼ぶの2回行かなかんからね。タッツンキンじゃないから。タッツンキン、タッツンキン長くないですか。俺は結構気に入ってる。でもリッキー君もだいぶ気に入ってる。昨日もずっと言ってたもん、ね、夜タッツンキン、タッツンキン。2人の時も言ってますよね。一緒言ってるよね。あ、割と中華のものだった。次はもうセルフでやったんすけど、村井でガシャーン行くね。気をつけて、気をつけて、俺。おお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 おいや、わからん。バラバラになりました。ね、めちゃくちゃバラバラになったね。もう骨組み。うんうん。やば。こんだけ。軽いな。軽い。軽いと思う。あ、そんな軽いんだ。うわー。お、でも軽い。これ、琴音さんでも全然持ってる。あ、そうなんだ。見てみる？いや、いやだ。嫌なんだ。嫌だ。だよね。OK、終了。はい。